はい、ご飯作ります。今日はトロトロ蒸し豚を作ります。豚を蒸して作るのですが、標準的な蒸し豚のレシピは蒸す時間はだいたい1時間しないくらいですが、今回2時間蒸します。油は火入れするほどトロトロな食感になりますので、今回のような厚切りの状態で仕上げる場合にはとてもおすすめです。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、とろとろ蒸し豚の完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。これはですね、冷しゃぶの足なんですけど、今回調べてみたかったのが蒸すという調理法でして、意外とこれ難しくてですね、蒸してるってのも蓋してるってのもありますが、熱々の蒸気で火を通すっていう調理法なので、火加減がどうなってるのかの判断がとても難しいです。もちろんせいろの蓋から出る蒸気で判断できるんですけど、茹でるのと違ってですね、その100度を超える蒸気のスピードの調整となりますので、だいぶ感覚の部分があります。茹でるのと違ってですね、オーブンに近いなと思ってて、オーブンの蒸気板って言ったら分かりやすいですかね。オーブンだったら、1回設定すればずっとその温度をキープするんですけど、もちろん 100度以上、180度、200度とかってなるんですけど、蒸気の場合、蒸す場合は基本100度、もちろん蓋をずらして低温調理みたいに80度、90度っていうのはあるんですけど、基本100度で、あとは火の調整でその蒸気をコントロールして強弱があるみたいな感じです。突き詰めていったら結構難しいんですけど、家庭料理の場合だったらそこまで気にしなくていいかなみたいな感じです。その蒸気を常に絶やさないっていうのを意識してもらった方が成功しやすいかなと思います。それで今回は自分で持ってるその調理器具でやってるっていうのもありますので、お手持ちの中華鍋とせいろのセットが違うとなると全く違う火入れになってしまうんですよね。なので今回普通の蒸し豚の火入れ時間をちょっと倍以上オーバーさせることで、どこまで OK なのかっていうのを見たんですよね。で、やってみた結果ですね、特に豚バラが縮んだりしないようなので、油固く仕上がらせたくないって時は2時間くらい火入れすれば問題はないですね。味はうまいんですけど、今回ご飯っていうよりお酒とよく合うレシピです。ここまで分厚く仕上げる場合はですね、豆板醤とかの味噌系の調味料で仕上げても良さそうなので、次回それですね。どっちかっていうと韓国料理みたいな、山中で巻くような感じのレシピでも多分うまいと思います。前までは結構蒸すっていう調理法気に入って作ってたんですけど、大きいせいろがですね壊れてからやんなくなってきてるので、改めてやってみようかなと思います。調理法の中でもとても優秀な調理法でして、栄養素が壊れにくいとか、焼くとあの焦げができるじゃないですか。あれってやっぱり体に悪くてですね、蒸すとそれができないからあの体にいいっていうのもあります。積極的に使っていきたい調理法ですね。もちろんその焼いてできた旨味とかもあるんですけどね。デメリットはメイン料理にするのがちょっと難しいっていうのはあります。そこは考えてみます。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルオーチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。